お帰りなさいませ。すいません、10時の、中ほどの田端駅ご挨拶でございます。山本豪と申します。ここ田端で本日のメモリをすべて使い果たし、皆様とこの夜の交通じっくりと整えていきます。まずは信号パターンとバスの相性を良くしていく、これ使いますね。今実はあのバスっていうのは唯一青信号にできる交通でございまして、自分が交通する際には青にできる、これはバスのための技術、もう一つが乗客のための技術でございます。ここの田端の信号がなかなか青にならないばっかりに、15分20分もバスを待たなければならない、こういった人が信号に踊らされる、なんかちょっとラ行が多かった、ごめんなさい、そんじゃダメなんです。それではダメですね。どういう行動に人間が出るかといえば、バスに乗りたいがために信号を無視していく、こうなるんでございます。その人に対して説教するだけでは、これは政治ではございません。まあ警察の役割と、それはじゃあ政治が何ができるかといえば、技術でカバーすることでございます。少ないバスであれば、一つはバスを増やすという政策、もう一つは信号が不具合がある、不具合というか不便であれば、もっと便利な人工知能を使ってすぐできます。警察がそれをやるかどうかでございます。注意するだけではなくて、未然に便利な信号システムを設計するのが警視庁の役割でございます。私が頑張ってそういった、そうですね、警察を敵に回してでも言える、そういう存在でありたい、なってまいります。山本豪、まずは荒川区からスタート。昨年、おととしの東京都議選で2734人の、これも生きた声でございます。これを膨らませることで国を動かせる、10年以内、いや5年以内にやってまいります。山本豪でございました。お気をつけてお帰りなさいませ。